億万長者合宿の久保でございます。マグマの沸点っていうねテーマで吉田さんいただきましたけども、その中で一つ、まあ仕事とプライベートの境目オンとオフっていうのがありますけども、まあ私はねオンとオフはないと思うんですよ。オンの中にオフがあり、オフの中にオンがあるといえばかっこいいかもしれませんけども、私基本的にオフ、スイッチ切るときって死ぬときだけだと思うんですよね。人間って生まれてから死ぬまでずっとお金のこと考えてます。いや考えなくてはいけないんですよ。なぜなら生まれてから死ぬまでずっとお金使ってるじゃないですか。お金かかるんですよ。いやもっと言ったら生まれる前からお金かかってますよね。どうですかね。そのお金を自分が払ってないだけで誰かが払ってくれてる、そして誰かが稼いでくれてるんですよね。そして死んだ後もお金かかりますよね。自分の遺産が残ればまだいいんですけども、その遺産を使って何かをしてくれる人が残ってればまだいいんですけども、そうとは限りません。そして自分の遺産が残せるかどうか、このレースはなかなかね見ものでしてね、人生全うするまでに負債が残るっていうケースも結構あるんですよ。借金で死んでしまうっていうね、借金残したまま死んでしまうとか、まあ、そうなると本当に手に負えないこともありますし、まあオンである間はずっとお金がかかり、オフの時もお金がかかるとある程度ね、まあ、ですんでオンの時オフの時にかかわらずお金稼ぎ続けないとしょうがないんじゃないかなと思うんですよ。で私はね今隠居暮らしをしてますけども、なんで隠居してるかっていうと、ずっとお金のことを意識しながらお金を稼いで、そのお金によって隠居生活を手に入れようと思ったから隠居暮らしができるようになったんですよね。で隠居暮らしをしながら、じゃあお金のこと考えてないかって言ったらむちゃくちゃ考えてるんですよ。それこそね考えてない瞬間は1秒もないですね。どうやったらお金が稼げるだろうかってことと、どうやったらお金が増やせるだろうかってことと、どうやったらお金を守れるだろうかってこと、主にこういうことを考えてます。そしてなるべくお金を使わずに済む方法はないだろうかってことだね。そういうことも考えてますし、使うべき時には惜しげもなくどこらまで使えるかなってことも考えてます。そしてどこに置いといたらお金が増えていって、どこに置いたらお金が溶けていくのか、これも細心の注意を払ってますよね。でこれが扱えてないと、お金がコントロールできてないと、とてもじゃないけど隠居暮らしなんてできないですよ。だって隠居せずに毎日働いていてもお金ってなくなる方が追いかけてくるじゃないですか。隠居暮らしってのはほとんど何もしないのにお金が増えていく方法を意識で生み出さないといけないんですよ。意識でですよ。この意識でどうやって生み出すかって言ったら、別に超能力じゃなくて、やっぱ世の中はね、金利を受け取る人と金利を払い続ける人と、この2つに分かれるっていう見方もあるんですよ。私はずっと以前借金もありましたし、家賃も払ってましたし、まあ携帯電話も使ってましたけども、金利を払う立場だったんですよね。そうなると本来は10万円でいいはずなのが11万円にならなくちゃいけなかったんですよ。で100万円で済むものが120万払わなくちゃいけなかった、その金利があったんですよね、ずっと。でこの金利ってのは非常に見えにくかったんですよ。そして手数料ね、手数料もいろんなところでずっとチャージされていたんですね。手数料も払う側からもらう側に移らなくてはならないかなと思っておりますね。そして税金ですか。税金も無知である以上はずっと払わせられます。税金を払う一方です。でしかも多めに払ってるんですよ。でこの3つをねやっぱり徐々に解消するようにしてきたんですよね。で一番最初に解決したのが税金の方ですね。まあ、税金をどのようにして払わずに済むかっていうと、これちゃんとねお金の勉強の第一歩ぐらいにあってですね、個人で生きてるうちは税金を最も多く払うことになるんですよ。あとサラリーマンとか勤め人っていうのは最も税金を多く、しかも漏れなく払わされてるんですよね。受け取った時手取りっていうのがありますけど、その時もうすでに引かれてるからなんですよ。であとはね社会保険っていうのもあります。これもかなり払ってること、なかなか気づきにくいんですけどね、払ってますよね。それこそね消費税なんか可愛いぐらいですよ。 10% なろうがね、消費税なんか可愛いぐらい社会保険は大きな支払いです。で健康保険も結構払ってますよね。健康保険は
直接的な恩恵があるんで払ってもいいかなと思うんですけどね。これをどうやって解決するかっていうと、私は常々申し上げてますけども、法人を作ることだと思います。法人を作って全ての売上は法人が立てたということにして、その法人から最低限の給料を例えばね9万8000円とか受け取るっていうふうにすると最もいいんじゃないかなと思います。確か9万8000円の給料を受け取ると、健康保険は6000円ぐらいで済んでなかったですかね。ちょっとうろ覚えですけども、まあ安いはずです。まあそういうことと、あとは経費ですよね。その法人を運営するのにかかった費用っていうのがしっかりその経費として払えるんですよ。そうすると税金の圧縮ができるということになります。まあこういうことも誰かが言ってくれないとわからないってところがありますし、まあ誰も言ってくれなくても自分で調べろって話になってくるんですよね。今情報が本当にね取りやすくなったんで、あの流行りの曲とかね、どんな芸能人がいるのかなっていうふうに検索する暇があったら、まずはお金のこと、まずは税金のこと、その仕組みのことをしっかりとマスターして社会にこぎ出した方がいいのかなと思いますね。であとはね、手数料とか金利っていうのがありますよね。手数料もなるべく払わずに済むように銀行はインターネットバンクを使うとかね、そういうことにした方がいいかと思います。窓口に行くととっかくね手数料取られるんですよ。あの手数料もらいたいのはこっちの方ですよね。わざわざ銀行出かけて行って手続きこうやって待ってね、でなんかいろいろ作業するわけじゃないですか。手数料払えよって話ですよね。でも銀行の立場からしたらゼロ金利政策、マイナス金利っていうのがありますから、もう銀行は金利でやっていけないんですよ。だから手数料をどん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 上げていくしかないんですよね。近くの私のね、うちの近くの銀行も移転が決まりました不便になります。でも利用者と利用者を維持するためのコストと売上利益が合わなかったんでしょうね。これもゼロ金利の影響ですよ、はい。それであとはね、金利と手数料の関係なんですけども、やっぱ隠居するには利回りとか配当を受け取るっていうのは欠かせません。これね、お金を持っておくだけで増えるんですよ。だからある程度のお金が貯まらないとこっちの世界に入りません。あのお金を使えば使うほど減るじゃないですか。じゃないんですよ、お金を置いとくと増えるようにしとかないといけないんですよ。これができると隠居暮らしもできますし、おそらく隠居までできなくても毎月1万とか2万っていうのを受け取るっていう方法も出てくるんじゃないかなと思うんですね。まあ先日お伝えしましたけども、スマホで太陽光発電に投資できて、この利回りが 7% から 10% っていうのがあります。例えばね、200万円をこの太陽光に投資すると、もちろん元本割れのリスクはありますが、200万円投資すると14万から20万受け取れるわけなんですよ。そうなると毎月1万から2万懐に入るようになります。まあこういうふうな方法も、まずは知っているか、知っていても金があるか、金があってもそこに投資する度胸があるかってこと、この3点セットなんですよ。だからそれぞれを磨いていかないと投資の世界にも入れないんですよね。で投資っていうととかく FX みたいなことを考えるんですけども、FX はかなりギャンブルに近いんですよ。短期的な利確をするわけですから、理論理屈はありますけども、こと運に左右される部分が大きいです。運に左右される部分を減らそうと思うと、どうしても投資は長期になるんですよ。1日より1ヶ月、1ヶ月より1年、1年より10年、10年より50年、長い投資の方が利益は上がりますんで、そのフェーズに合わせた金額を入れていくことになります。そして長期であればあるほど金利はそこまで高くないです。で短期であればあるほど金利は高いんですよ。だからギャンブルチックになってくるんですよね。まあ今回ね、吉田さん、鬼のようにやるじゃないですか作業ね、むちゃくちゃ私たちは。でもこれだけやっても別にやった感はないですね。よくね、まあ動画でいきましょうか、 YouTube の動画で、いや今日は10本上げてきました、はあはあみたいなのやってますけども、10本で何が作業なんやみたいなね、部分には私たちは来てるってことなんですよ。これ別の動画でも言いましたけど、ランナーズハイって言いましてね、マラソンの選手って 42.195km 走りますよね、吉田さんね。でそういう人たちに毎日10キロ走ることをまあメニュー化したら、これ疲れたって言いますかね。 42.195 キロ走れる人に
10キロ走りましょうっつって、いやもうね疲れるよって言いますかね。言わないと思うんですよね。で、私たちはどうですかね。普段走り込んでないんで、1キロ2キロ走っただけでもう休憩させてくれってなりますよね、こんな感じじゃないですかね。私たちはかなり YouTube アスリートなんですよ、作ることにかけては。まあ結果はね、金メダル銀メダル銅メダルどれにも入んないかもしれませんし、それこそ盾なんてもらえないかもしれませんけども、でもスーパーアスリートですよね、動画を作ることに関しましては。少ない動画で高い効果を上げる人も大したもんですけども、その人たちにじゃあ1万本動画作ってよって言ったら、いや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 待ってよってなると思いますけども、私たちは1万本やってますよみたいな感じですよね。だからその辺も違いがありますよね。アスリート、マグマの沸点ボーンじゃないですけどね、私の場合はアスリートと表現させてもらいますかね。もはやお金を稼ぐことは当たり前、動画作ることは当たり前、もうそこはね議論にはなりませんってことですよね。で、最後になりますけども、吉田さんどうですかね、私たちみたいな立場でも年間で1000万とか2000万とか売り上げ作るわけですよね、一人で本当に頭ずっと意識向けながら。ひょっとしたらこれ誰にでもできるんじゃないかなって期待するんですよ。だってカメラの前で基本的に喋ってるだけですからね。これが商品ですからね。まあ今回はお値段ついてないですけども、結局有料の商品買っても動画、無料で喋ってる動画となんか変わるところって基本的にないですよね。高い機材が出てきたり、どっかロケ行ったりとか、なんかね製品とかを抱き合わせで買ったりとかってなくって、結局は YouTube の再生ボタンを押すだけ、これが商品ですよね。何なんですかね、これできませんかね。カメラの前で喋るだけっていうのは誰がやっても同じだと思うんですよ。でもそこには年間2000万以上の売り上げある人と、売り上げどころか動画の本数もそこそこ上がらないっていう方とやっぱり分かれるんですよね。じゃあ本当に稼ぎたい人って誰なんだろうと。本当に稼ぎたい人はもう稼いでしまってるんですよね。本当に稼ぎたいと思ってるなら走り続けるしかないと思いますね。そこにはオンとオフもない、何にもない、ただやるだけ、やって儲かんなかったらどうする、終わり、向いてなかったらで終わりです。やれば絶対に努力は報われるなんてね、最近誰か言ってましたけども、いや努力が報われるのはそうかもしれません。でもどこまでの努力だったら報われて、どこまでの努力は無駄になるのか、それは誰にも見えないですよね。頑張ったけど結果は出ませんでした、不合格でした、そういうことはいくらでもあるんで、手を緩められるわけはないです。ここまでやったんだからいいだろうと一息ついた瞬間に転落しますよ。いってらっしゃい。